皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、 Apple Watch の周辺アクセサリー一つね、小物を買いましたのでご紹介したいと思うんですが、突然ですけど皆さん、 Apple Watch の充電問題どうしてます？でね、充電問題って何って思われるかもしれませんけれども、 Apple Watch のね、機能の一つで健康に関するログを取るっていうのがありますよね。で、Apple Watch にはですね、まあ、純正のものもあるんですけれども、以前動画で紹介したオートスリープというね、非常に優秀な睡眠ログアプリがあるんですよ。で、僕もそれで睡眠中の記録を取っているんですが、それを使うということは寝てる間もずっと Apple Watch をつけてるんですよね。で、そうすると1日中24時間ずっと Apple Watch をつけているということになって、一体いつ充電するのっていうことになるわけですよ。で、答えからね、先に言いますと、僕の場合はお風呂に入るときに Apple Watch を充電器に置いてお風呂に入って、お風呂から上がってきたらまた装着するというようなことをやっています。まあ、お風呂の間にね、充電するっていうことをやっているんですが、それでね、僕の Apple Watch の充電環境ちょっとね、ご紹介しますけれども、今ね、僕が Apple Watch を充電している場所はここです、ね、デスクの上なんですよ。ここにこれですね、エラゴさんの初代マッキントッシュ型の Apple Watch 充電スタンド、これをね、使って充電しています。で、これは純正の充電ケーブルを使って充電するタイプのものなんですが、4年前にね、僕が初めて買った Apple Watch シリーズ3ですね、これを購入するときに買ったもので、で、実は Apple Watch をもう買う前から充電スタンドはこれにしようと決めていたものです。だってね、僕はもうマッキントッシュに憧れた世代ですから。まあ、それはともかく、まあ、長らくね、この充電スタンド1台で Apple Watch を充電してきたんですね。ですがね、不都合な点もいろいろあって、例えば長期の出張とか旅行に行く場合に、いちいちね、このスタンドから Apple Watch の充電ケーブルを抜いて持っていかないといけない、非常にめんどくさいんですよ。そういう欠点はあったんですけれども、昨年の初め頃ですね、サテチさんからこういう USB Type-C に挿して使う Apple Watch の充電スタンド、ドックですかね、これが発売されて、でね、これを購入することでそういう面倒くさいことからも解放されました。このね、サテチさんの充電ドック本当に便利で、これ自体ね、軽量コンパクトですし、こういったね、 USB Type-C ポートのあるモバイルバッテリーと組み合わせて使ったりですね、あるいは USB Type-C ポートのある iPad、 それからMacBook Air とか MacBook Pro であれば、これをね、挿して充電することもできるんですよね。で、さらに昨年9月にね、 Apple Watch シリーズ6を購入しましたので、これですね、純正の充電ケーブルが1本余ってるんですよ。で、ここで本題に入るんですけれども、今僕は最初に言ったように、このデスク上で Apple Watch を充電しています。つまり、さあお風呂に入ろうと思った時に、いちいち2階のここまで上がってきてApple Watch を充電スタンドにセットして、そしてまた1階に降りていってお風呂に入るということをやってるんですよね。まあね、ただでさえ運動不足なので、それぐらいね、動けよっていう話なんですけれども、ふと思ったんですよ、1本余ってるやないかと。で、この余ってる充電ケーブルを脱衣所に置いて、で、そこでね、お風呂に入るときに Apple Watch をセットして充電すればいいじゃないかと。ただね、皆さんご承知の通り、このね、純正の充電ケーブルだけでね、Apple Watch を充電するのってね、ちょっとね、やりにくいんですよね。このケーブルだけでね、充電しようと思うと、このケーブル自体なんか癖があって、ちゃんとまっすぐこう置けなかったりですね、あるいはこの磁石がね、なんか微妙に弱いじゃないですか。どうもね、使いにくいんですよね。ということで、Apple Watch のね、充電スタンドを探し始めることにしたんですね。で、条件としては、この純正ケーブルが使えるもので、安いものでいいと。まあ、見た目はね、そこそこシンプルでかっこいいもの、ただね、デザインがすごくかっこいいものたくさんあるんですけれども、結構お値段高いんですよね。結局ね、お風呂に入っている間だけそこに置くものですから、まあ、そんなに高くてかっこいいものでなくていいと。むしろね、シンプルなデザインで小さくて、で、場所を取らない、邪魔にならないものである方がいいと、そういう観点で探したところ、今回ご紹介する Apple Watch 充電スタンドにたどり着きました。それがですね、こちらになるんですが、ちょっとね、びっくりしましたね。茶封筒できたんですよ。住所ね、手で隠して
お見せしますけれども、茶封筒できて、まさかそれが入ってると思わなかったで開けちゃったんですね、もうね。でね、これね、配達員の方へ割れ物が入っております。いや、割れ物が入ってるんだったらこういう茶封筒使うなよっていうことなんですけれども、全然割れ物じゃないんで大丈夫だったんですが、これね、ご紹介していきたいと思います。はい、ではね、開封していきたいと思います。で、開封といってもね、もうね、袋に入ってるだけなんですね。よいしょ、こういうものですね。今回購入したのが、読み方がちょっと分かりにくいんですが、 D ダイスさんでいいんですかね、 D ダイスさんのアップルウォッチスタンドになります。でこれがね、非常に安くてね、680円だったんですね。はい、袋から出してみます。これすみません、細かいこと言うんですけど、ここに切れ目があるんですけど、開くんですよね。あんまり切れ目の意味がないんですが、はい、こういうものです。まあね、小さくて非常にシンプルな作りになってますね。材質はね、シリコンっていうふうに書いてますね。でカラーバリエーションがこの白、それからあと黒と赤があって、まあ、3種類あるんですけれども、僕はね、白いものが好きなので白にさせていただきました。でおそらくね、これシリコンって結構ホコリがつくので、特に黒はね、ホコリが目立つような気がするんですけれども、まあそれはちょっとね、使ってみないとわからないんですが、裏面ね、こういうふうに滑り止め加工がされています。で大きさですが、横が 45mm で、奥行きが 60mm で、高さが 56mm っていう風に Amazon のね、ページには書かれています。はい、で実際にこれですね、純正の Apple Watch 充電ケーブル、これをね、繋いでみます。 USB Type A ポートをここに通して、でこれですね、下側を通していくんですね。さらに、よいしょ、はい、下を通していきます。でずっと引っ張っていって、ここパチッとはめますね。あんまり押し込んで後ろに行ってしまうと多分接触が悪くなると思いますので、まあ、適度に調節してやって、あとね、この下ですね、ここに溝があってケーブルをね、入れるようになってますので、よいしょ、これで OK ですかね。こういう風なスタンドになります。で電源ですけれども、うちにね、たくさん転がってるこれですね、 iPhone 用についてきたこの AC アダプターを使おうと思います。はい、でちょっとね、実験で電源に入れてみたいと思います。はい、もうね、今電源を通しておりますので、まずはね、これですね、シリーズ3ですが、これ置いてみますね。うん、問題ないですよね。はい、それから、シリーズ6ですね。今ね、検証実験でこのシュピゲンさんのケースをつけてるんですが、ケースをね、つけた状態でも充電できるか、ちょっとね、試してみます。で、バンドはね、ソロループです。じゃあ、置いてみますね。はい。問題なく充電できますね。大丈夫ですね。はい、ということで、このね、D ダイスさんの Apple Watch スタンド、セッティングは完了しました。で、この後ね、実際に脱衣所に設置するんですが、まあ、編集の関係でね、今多分この辺りに、その設置された映像が出ていると思うんですけれども、ね、非常にコンパクトですし、まあ、このサイズであればね、脱衣所に置いても邪魔にならないかなと思います。でこれをね、探す時に一つ気がついたんですけども、全く類似品というかそっくりなものがあるんですよ。この D ダイスさんのものは680円だったんですが、その類似品、他のメーカーブランドさんのものが999円なんですよね。で何が違うのかは、僕はそっちは買ってないのでわからないですけれども、まあ、こういう非常にシンプルなものですので、
まあ、素材がもしかしたら違うのかもしれませんが、まあ、どちらを買ってもねそれほど差はないのかなと思います。でそれよりもですね、アップルウォッチね、僕のように睡眠ログを取っていると24時間中23時間以上身につけているっていう方に、やっぱりねこの充電問題結構難しい問題なんですよね。ですので、まあ、デスク上に置いておく高級なアップルウォッチスタンド、充電スタンドよりは、まあ、こういったですね安価なもので使い勝手のいいものを家の何箇所かに置いてちょこちょこと充電するという使い方の方が、ずっとアップルウォッチを身につけている方にはいいんじゃないかなと思います。アップルウォッチのね充電問題に悩んでいる方、まあ、一つのね答えとしてこのね方法を参考にしてみていただいたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークもポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。